どうも皆様おはこんこんみつきくばすたーです。一流球種で要所を締める島袋陽介2桁勝利への道というわけで、前回8勝目の7勝目をいただきまして、今回は8勝目をかけてオリックスバファローズとホットモットフィールド神戸で対戦です。この球場素晴らしいんですよね。本当に唯一の弱点と言ってもいいでしょう。アクセスが悪いアクセスがものすごい悪い。ここめっちゃ行きづらい。ちなみに向こうのピッチャーはエース金子千尋投手、そしてキャッチャー伊藤光選手の黄金バッテリーでございます。まあどっちも今はオリックスにいないんですけどね。ああ悲しいよ。というわけで7勝1敗、防御率 2.23。 参りましょう。本当にいい球場ではあるんだけどな、アクセスの悪さかな、そこなんだよな本当に問題が。ホークスはルーキーが登板ということになります。よいしょ。さあそのルーキーをバファローズ打線がどう打ち崩していくか。糸井さんガタイやばいな本当に。外し気味でいいか、ちょっと外しすぎのカーブはボールです。さあ気をつけましょう。今日は普通までしか調子を保てなかったんでね。うん、抜けたか。もうちょっと腕伸ばせば取れそうだったけどな。ショートが取ってても多分間に合わないよな。糸井さん足あるもんな。オッケー、ナイス。初めて牽制させました。オッケー、いいね。これはやっちゃいけないミスですよ。ここは痛いミスが出ました。よいしょ。アウト。残念でしたね。まあちょっとランナーに油断があったかもしれませんね。何を投げてくるか。初めてだよ牽制で刺すの。オッケー、ナイス。厚尾さんいい守備だもの。これは厚尾ですわ。さあ3番 T 岡田選手、ここは絶好調かよ。100号ホームランさせるか。させませんよ、いくら T さんでもさせませんからね。まあ先制点いただいてるんで、うまいことね、しのいでいきましょうよ。カラバイオ選手普通で、それか T 岡田選手絶好調で同じぐらいだったんだけどな。バファローズ1点ビハインドで迎える2回の怖いな。なんかねバット割ってというか割ってっていうかね、でホームラン打ったイメージがある。折ってかなんか怖いんですよね。ちょっと甘が入ったらすぐ持っていかれる。あとなんだっけ、レガースじゃないな、フットガードっていうのかな、なんか金色銀色みたいな結構派手な色をつけてたっていうイメージがあって、それが割とね好きでした、カラバイオ選手。あと日本語めちゃくちゃ上手なんですよね。独立リーグに何年もいましたからね。今は確か現役引退されてますよね。お疲れ様でした。OK、 アウト、ワンアウトです。さて西野選手、ルーキーイヤーですね、この頃は。ここまでホームランは1本。いやー西野選手はね本当にいい選手ですからね。マウンド上のピッチャー、僕はあのプロ入り初ホームランの試合をね見に行ったんですよ。いや小宮山さん緊張感漂ってますね。監督が割とイケメンですしね。マウンドで上げてるわけですから、ね、ああ褒めたら打たれたんだ、そこはさ忖度して凡退してよ西野選手、打たないでよ。彼も足ありますからね。よいしょ。さあそして私の中でゴールデングラブ筆頭候補足立選手、まあ、今年 OK 入ってんですよ。今年実際はねあのサードに入ってるっていうことが多いんですけど、はいカバー OK ナイス。今日はいいっすね、牽制が冴えてる。まあ、伊達に牽制丸ついてませんからね。さあこれで心置きなく投げられる。甘い。ストライクになります。あっという間に2ストライクです。さあ行きましょう。甘い。 OK よいしょ。取った。
いいね、牽制でさせてるのが効いてる。まあ金子さん相手だと追加点はそう甘くないですね。さあバッター現在登録の後藤俊太選手。いやまあそれでもねファンの中ではもうほとんど俊太としか呼んでませんけど、僕も現に俊太って呼んでますからね。後藤ってなんかどうしても違和感あるんですよね。まあ本名に違和感もクソもないんですけど、やっぱ登録名が登録名なんで、それこそあの別の球団で言うとヤクルトの雄平選手を高井って呼ぶような、まあ高井はもともとだったけど、オッケー危ない。それこそあの銀次選手を赤見ないって呼んだり、あとなんだ大和選手を前田って呼ぶみたいな感じですから、ね、すげえ違和感あるわ。自分で言ってすげえ違和感あるわ。赤見ないってもうね、まあ、珍しい名字っていうのがすごい得だとは思うんですけど、そのまんまでも良かった気もするけどな、珍しいのに。さあ光選手を抑えていきましょう。横浜でも頑張ってね。カーブ、あっ仕留めきれなかった。よいしょ、うっそん、なんだその打ち方は。応援歌がまたかっこいいんですよね。おい、甘い、真ん中じゃねえか、危ねえ、危ねえ、焦る焦る。球威があってもって話ですよ、真ん中なんてもう。マウンド上のピッチャーは島袋、そしてキャッチャーは細川。このバッテリーを初球低めストレート、なんかどうしても無意識に投げちゃうんですよ。無意識に投げちゃってやばいでしょ。やばいよそれは。相手ピッチャーを攻略するだけの力を持ってますからね。そこら辺ね、その打線は機能してくるんでしょうか。注目です。厚尾さんサードうまく叩いて前へ。厚尾さん衰えないもの。くー、なかなか援護に恵まれないな。今度はね、糸井さん出してもうたらね、同じような手は通用しないはずなんで、もう出さないようにしましょう。出さなければいいんです。まずは出塁してチャンスを取っていきたいところですよね。すっぽ抜けた。まだ1点差ですからね、この回でしょうね。デッドボールにならなくてよかった。よし、アウトコースで決めました。さあ全力スレードインハイ。ワンボールツーストライクです。打ってきそうな気はするけど、緩急差で勝負じゃ。打ってきたよ。オッケー、川島さん間に合って、間に合って、間に合って、間に合わない。足速いわもうこの人、本当に。先ほどのプレーになります。流し方がうまいものな。うん、際どくないか。おい、リクエスト、リクエスト、リクエスト。さあ同点のランナーが一塁です。バッターはまあ、こうなってくると走んないかな、さすがに。なるほど、そうですか。一塁はセーフ。はい、バントしました。あー無理か。くそ、意外と打球死んだな。一塁送球します。ちくしょう、アウト、ワンアウト。さあそしてバッターボックスには T 岡田が入っています。はい、タッチもセーフ。あ、うっそ、え、待って、それいかれる。うわ、マジかよ、マジか、それいかれる。嘘、マジか、めっちゃびっくり。うわ、そこいいとこ投げたと思ったんだけどな。嘘でしょ。いやもうフォロースルーでいったと思ったもの。マジかよ、なんで、なんで打たれんの。うわ、打たれちゃった、くっそ、達成させてしまった、おめでとうございます、うん、ここまでいろんなことがあったはずですからね。いやー、マジかよ、嘘でしょ。日々の練習、経験の積み重ね。普通にいいボール投げたと思ったんだけどな。ベストピッチだったんだけどな。いやー、きついな。バファローズ、ホームランで逆転しています。ミスさん、先ほどはいい形で得点を。あ、やばい、甘いよね、甘いもんね。真ん中だったもんね今。初球でした。ああ、やばいよこれ、やばいよこれ。見逃さず完璧に捉えましたね。そうですね、見事な打球でした。あっ
っという間にレフトスタンドに8球消えていきました。ナイスバッティングですね。徐々に試合の流れを確かなものにしようとしています。真ん中入っちゃったもんな。そしてポール直撃。バッターは今日 DH に入っている。いやー、一発打たれる人に打たれてんだもんな。ヒットを放っています。バファローズホームランで初球ストレート系多いから、さすがにバレてるかな。バレるよな、そら。2球目も見送っています。これが、いやー、まずいぞこれ。打線の援護にかけるしかないな。詰まった。オッケー。これはショートライナー。うぅ、なんで投げちゃった。先ほどの打席はサードゴロに倒れています。足立さんもね、油断すると持っていくパワーありますからね。現に僕、松井稼頭選手に打たれてるってことは、彼確か長打力 E なんですよ。足立選手が D ってことは、まあまあ打たれる、普通に打たれる可能性は山ほどあるってことなんですよね。 OK。 いやー、もったいねこの3失点。いやもうね、T 岡田選手の綺麗なホームランが見れたから、よしとするしかないっすよ。開き直っていきましょう。いい試合ですね。1点返してくれたっていうのもね、ありがたいと思うので、まあ、また改めてね、気を引き締めていきますよ。よし、いいボール。ノーボール2ストライク。スライダー。引っ張った。OK。よし。一塁そのまま入ってアウト。そうか、この頃まだシュータ選手も応援がついてなかったかな。打席には1番バッター伊藤。島袋、まずは先頭バッターを打っています。いやー、やられたな。バファローズがエースの金子千尋、危ない。そしてホークスが島袋、この2人の投げ合いとなっています。エースと投げ合うって ルーティーンじゃない、ローテーションどうなってんだ。コーナーを攻めます。あっという間に2ストライクです。よし、3球勝負でいこう。おお、打たれた、マジか。いや、うまく運ばれちゃったな今のは。これで3試合連続安打。まあ、いやでも岩崎選手だからな、次ゲッツないよな。嘘、危ねえ、びっくりした、焦るって。甘いけどさ、いや怖えわ、今の糸井さんだったら持ってかれてたよな。危ないって、やばいやばい、どうしたどうした。さて、このところのバファローズですが、ここコントロールが定まんねえぞ。日産チーム状態は上向きですよね。うーん、そうですね。投手陣もよく頑張ってるんですけど、それ以上に打線打った。あー、マジか、やばいやばい、ファーストランナーセカンドバーって、やばいやばいやばい、ヒカルさん帰ってくる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 って、あー、やばいよ、せっかく1点追いついてもらったのにさ。バファローズちょっとコースが甘くなるな。よし、いいところへ決めてきます。ストライクです。落ちる球で誘ってきたんですが、バッター動きません。いやねえか、それ。バッターの小屋、今シーズンの得点圏打率は2割飛んで9厘となっています。うん、まあ役も甘い。外の球打った。オッケー、危ない。一塁送球、やばいぞ、4失点が。いやー、負けがついたよー、くそー、もう本当にさ、肝心なとこで打たれてさ、結局あのあと試合動かなかったんだもんな。うわー、もったいねえ、これは。くそ、本当に。いやー、もう T さんので完全に動揺しちゃったんだよな。いやー、もうカラマイヨ選手の一発は本当にもったいない。あれ本当にもったいない。ご覧のように今日のゲームは甘く入った結果だもんな。金子さん、おめでとう、ヒーロー。今日の解説は富山悟さん。くそー、マジかよ、めっちゃお客さん入ってんじゃん。ほんと、もっとあんな入ることないよ。ブルーウェーブじゃないんだから、そば入んないよ、お客さん。糸井さん4安打、もうボコボコだわ。もうこの人にボコボコだわ。新旧日ハムにボコボコだわ、畜生。ああ、やられた。2敗目か。はい、というわけで今回はここまでにしたいと思います。久しぶりに負けがつきました。悔しい。次回、リベンジ果たしたいと思います。以上、ミッキークバスターでした。次回の動画でお会いしましょう。バイバイ、畜生。
以上をもちまして本日の動画は終了いたしました。お帰りの際は足元にお気をつけてチャンネル登録をお願いいたします。またコメント高評価も受け付けております。本日のご視聴誠にありがとうございました。